石川県珠洲市では地震だけでなく津波でも大きな被害がありました。被災地の現状や被災者を支援する兵庫県内の行政職員の様子を昨日取材しました。ここ珠洲市鵜飼地区なんですけども、言葉を失う光景が広がっています。ここは防波堤、防潮堤がないからか、津波の影響がかなり大きかったと思われます。車などさまざまなものが流されています。そして建物の1階部分に大きな被害があるのが分かります。およそ3500棟の家屋が全壊または半壊した珠洲市。近畿の各府県や政令指定都市などで構成する関西広域連合が被災自治体の担当を割り振っていることから、兵庫県と神戸市が珠洲市の支援を担当しています。県内の市や町も同様に珠洲市の支援に入っていて、昨日は川西市の職員が家屋の全壊や半壊などを認定する被害認定調査を行っていました。この調査は罹災証明書の発行に必要で、被災者が保険や公的な支援を受けるためにも迅速な対応が求められます。現地の方は意気消沈されている方もいらっしゃいましたので、一日も早い復興支援のために一軒一軒丁寧に見て回って、被災者された方にですね、寄り添った支援をできるように心がけたいと考えております。こちらは兵庫県の職員による避難所支援です。珠洲市内では兵庫県や県内の自治体の職員が避難所を巡回しているほか、37人が避難している珠洲市正院町飯塚地区の避難所では、福井県の職員とともに午前8時半から午後6時半まで常駐しています。高齢者が多く自主運営が難しくなったため、先月29日から避難所運営を兵庫県がサポートしています。最初はもう床に直接寝てる感じやから、ベッドもないし、中にはお年寄りも多かったし、一時はここどうなるんやろうなと思う感じやった。気分も違うし、僕も出られるし、皆さんも結構活動もできるようになるし、助かってます。長期化していくことに対する不安というのはあるのかなというのは感じているところでありますので、我々の立場でいろいろ見つけ出して、少しでも皆さんの暮らしが良くなるようにしていくことが重要かと思います。このほかにも道路や水道の復旧、学校支援などさまざまな分野で兵庫県内の自治体から珠洲市を中心に被災地の支援に当たっています。